小堀安三郎は日本の実業家並びに自動車技術者。現代において世界中の自動車に一般的に装着されているエアバッグを発明した第一人者である。2006年特定非営利活動法人日本自動車電動に電動入り。エアバッグ開発の際、各たる技術的裏付けを得るために東京大学をはじめとして 国交次第の教授陣や立川の防衛庁、航空医学実験隊などの研究機関の協力を求め、開発資金に資材を投じている。小堀が考案した衝突事情位運保護のシステムは、衝撃加速度検出装置、弾性防御袋、気化ガス発生装置などで構成されていた。なお、この時すでに小堀は、運転席、助手席、後席エアバッグに加え、 側面のサイドエアバッグやルーフエアバッグも考案していた。また、乗員のみにとどまらず対歩行者安全装置にも広げ、歩行者のバンパーへの接触を検出し、ボンネット上に倒れ込む前に、ポール上のエアバッグをネットと共に課長して、歩行者を救い込む歩行者用、エアバッグも考案している。その結果、エアバッグ関連の特許取得は、 世界14カ国に及ぶこととなり、小堀は企業家として新たな道を歩むこととなる。しかし、その時代の産業界や、省庁の安全センスと世界に先駆ける映画に出会うことなく、やがて訴状から消え、これら特許はその期限を終える。小堀はエアバッグの実用化をその目で見ることなく1975年に、この世を去った。 欧米では日本より一足はく1950年代から研究が進められ、1980年に西ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツが S クラスで実用化したのを皮切りに世界各国で実用化され、日本においても1985年にホンダレジェンドに採用されたことをきっかけに徐々に採用者が増え、今ではほとんどの乗用車に装着されるまでに、 その安全性の高さが認知された。ありがとうございます。